お疲れ様です。速稼塾の久保です。商売は常に半年先を追えというふうにね、私も教わったことがあります。まあ、というのがね、夏の作品っていうのは冬に書くらしいんですよ。そして冬の作品は夏に書く。そのぐらいの時間間隔でやらなければ間に合わないよっていうことらしいんですよ。まあ、これはね、漫画家の方に教わったんですけども、夏の作品を書くときって、だいたい構想を冬にまとめると。そうなると、冬の寒い中ね、エアコンをガンガンにかけて温度を上げて、そしてね、自分はもうほんと水着みたいな格好で、ポスターも夏のね、こう、いろんなイメージの写真を貼ったりとか、ビールをぐっと飲みながらね、もう汗をかきながら冬の最中に、わー暑いなーっていう感覚で夏の作品、その気持ちに高めるそうなんですよ。で、冬の作品を夏に描くときはその逆で、もう本当にね、部屋を冷やしまくってやるそうですよね。まあそんな感じで、ね、聞いたことがあるんですよ。まあ確かにね、今6月になりますけども、まあ少なくとも今のうちに七夕のプレゼンを店頭に貼っとかないとスーパーとかやってられないでしょうね。クリスマスみたいなのも結局は11月の半ばから仕掛けていって、ということは10月には発注が完了して在庫がちゃんと倉庫にあって、でその前に販売計画が9月ぐらい、8月ぐらいに成り立っていかないと人員の配置もできないですよね。まあそういう感じでね、商売って先のことを考えていく、その連続なんですよ。ですので今6月ですけども、もうね、お盆とかね、夏が明けた秋のことを考えておくっていう風なペースだそうです。で今回、舞姫大学のね、奈美さんももう9月10月プロデュースのそういった商品の案内をしてくださいました。でそこに私のコーナーもちょっといただけるそうなんでね、21時あたりから私が合流して、何かね、一緒にできることがあるんだったら、ぜひ協力させていただきたいと思いますんで、その辺の段取りもよろしくお願いします。さあ、今回のテーマですけども、理想の人生がわからない人へということですよね。理想の人生、どうですかね。こういうふうな人生を描きたい。あんな人になりたい。こういうふうな暮らしを送りたい。まあ、様々想像することがあると思いますけども、でも自分の人生とは違うよねっていうふうに、どっかで線を引きがちなんですよね。いや私はね、とりあえず人生は俳優だと、人生は役者だと、人生はコスプレだと思ってます。結局どんな人の何になりたいのか、どんなものに憧れるのかっていう、とりあえず真似してみることかなと思うんですよ、ね、まずは格好で真似してみるとかね、いろんな自分の思っているようなね、まあ、服を着てみるとか、それから、まあ、私の場合はね、なんかこう格闘家になりたいなと思ってね、格闘技を始めたんですよ。もうほんと真似っこです。でもやってるうちにその気になってくるんですよね。で、その気にならなかったのは別にそこで方向転換すればいいと思うんですよ。で、一流の会社の経営者になってみたいな、みたいなね、ことも思うんで、自分で会社を始めてみたんですけども、別に一流の会社にはなんなかったですけどね。まあでも、ああ、社長ってこういうもんか、みたいなね。で、採用活動やってみたりとか、店舗も出してみたりとかね。その店舗も今、一個もありませんけども。でもそうやって、理想の人生を歩んだからといって、そのまま現実が理想に寄り添ってくれるとは限りませんので、まあそういうふうにやってみてダメだった、やってみてうまくいかなかった、そういったことを踏み越えながらね、徐々に自分だけの理想の人生が、こう、輪郭を帯びてくるんではないかなと思います。まあとりあえず手数を打ってみることかなと思いますよね。ああでもない、こうでもないって、考えたらやってみる、考えたらやってみる、失敗したらまた修正していくみたいなね。まあ、その日々の繰り返しが人生そのものなんじゃないかなと思ってますけどね。はい。皆さんの理想の人生はどんなものだったでしょうか。そうですね。私思えばね、ナイトライダーっていう映画に憧れまして、アメリカのホームドラマですけども、キッドっていうね、トランザム、真っ黒のトランザム、スポーツカーに乗って、主人公がパーッと現れてね、いろんな街の事件を解決していって、そこで出会う美女と一瞬の恋に落ちるわけですよ。いやーなんか、プレイボーイヒーローの見本だなと思いましたけども、私もね、そんな主人公マイケルナイトに憧れてナイトライダーのこの車を買ってみたんですよね、うん、やっぱりね、その気になりますね。そしてもう一つなんですけども、似たような名前でマイケルランドンっていうのがいるんですよ。大草原の小さな家ね。大草原の小さな家の主人公の、チャールズ・イングラスっていうお父さんがいるんですけども、このお父さんがね、本当にね、家族思い町思いですごくいい人なんですよ。だから自分が父親になるんだったらこういう人になりたいなと思いながらね、うん、大草原の小さな家をイメージしております。まあこんな感じで、まあ、私もね、まねっこ人生を歩んでますけども、それなりになりきるって面白いなと思ってますね。はい、それじゃあ今回は以上でございます。いってらっしゃい。